まだこの格好で。この後のスケジュールにつきましては、まあ、実は社会問題になります。創価学会。なってるけど、そうじゃなくて、創価学会の検挙問題。検挙、選挙ちゃうで。権利ちゃうで。要するに、逮捕。まあ、実習的に出頭する人もおるでしょうけど、とにかく他の捜査の邪魔になるぐらいいっぱい来るから。何万人も。前回2万人ぐらい。今回もっと増えるでしょう。10万人超えるかもしれない。で、他の捜査できなくなるでしょ。捜査妨害かっていうぐらい、創価学会に関与が相次ぎます。それで、結局、まあ、驚くべき人数でしょ。そんだけ逮捕されるということ。もうそんだけやってきたことやもん。まあ、宗教っていうのはその犯罪が悪ってことが分からなくなるから。市民法や民主主義よりも宗教の方が優先になってしまう人たちの思考回路。それが宗教信者。では、その宗教の解釈によってどうですかって、まあ、オウム真理、理教の例を見るまでもなく、確信犯。教祖たちの方がな。でしょ？で、まあ、結局、まあ、他のカルト系とか信仰宗教も余波食らう可能性高いね。ほら、創価学会はあるよ。俺たちの方が正しかったみたいな信仰宗教。お前が言うなってみんな言われるし。しかも、創価学会のね、その逮捕者があまりにもう何万人になるから、さすがにこれ御社の対象やるで。で、まあ、つい最近、秋篠宮やと。の、講師なんちゃうな、そんな。なったやろ。で、紀子さんがなんかなって。あれの御社で。ということで、あるいはまだあれ、無理やり、じゃあもう、やばい、御社作らない、御社ネタ作らないって、小室圭と、何やったかな、なんか結婚する。どっちか、どれか、どっちもちろん。それが、三つ、あの、天の毛も三つ、何やったか、あれは、二個やったっけ。で、それが、御社することになるとしたら、そら国民だなって。もう、にしろ天皇家で。天皇家も創価学会か大騒ぎになる。ね。そらさすがに保守系もの。天皇家のこと、その、かばわれ。な、うちも結構かばってたやろ。取りなしてたけどな。うちがガミガミ言うのもな、取りなしの一種とかるよ。だけども、ことここに立ったら、誰も天皇家かばわれへんよな。するとなる人は、創価学会員なんは、ああいう人だけやって。発言しちゃう。それが実は、他にも、幼稚園時代の成田が、うちに対する性転換をして、アマタラスを邪魔して、天皇家、延命中か、もう得た義人を不幸にしろとか、わけわからんし、こうからの、自分らが悪いし、せんな。まあ、ブラックおる限り、明るく爽やかやけど、こんな風にな。それが羨ましいからって、なんで性転換に。まあ、そんな困難が積もり積もって、早い人はなる人を恨んでる。で、じゃあ早い人別に。創価学会、御社しようがしまいが関係ないけど、実はあんまり関係ないけど、天皇家は。でも、御社せんなしゃあなくなって、秋篠宮が使われるわけ。スケープゴートやな、前には。それで、なる人は尻尾切り。創価学会の早い人だけって言っちゃう。まあ、そうかもしれんけど、それはな。だからと御社になるっていうのは、やっぱり、そうおかしいって、国民大騒ぎするから。それが原因で、結局、今ちょっとその、辛い味噌ラーメン食べちゃって、もう、淡々味噌ラーメンみたいな。こんな、くっきりした、本来の甘の顔になっちゃって、戻っちゃって。で、結局、まあ、こんな、あ、そうそう、そんなしょっちゅう食べたらあかんで、ね、帰って、頭も、体もおかしなって、ないぞ。で、結構入れたからね、ラー油。で、自家製ラー油も入れたし、それは、ごま油ちゃうんですよ、自家製ラー油な。便利ね。それはいいとして、話めっちゃ脱線したけど、だから岡山県でできるって言われてた、ジョン隊対応ね。でも、ドナルドとはもう、いかんやけどな。大統領の再任か、それでも、もう、これ、悪戦のバイデンに、政権行こうかね、だいぶ状況ちゃうけど、大和広告ってなるものができるかどうかっていうのは。だけど、それは今回廃止で天皇家の方から言ってるし、もう岡山県に行きたくないって天皇家の方から言ってるから。それも廃止な。で、じゃあどうなるかっても天皇制廃止して、天皇家の方からお願いし、してきたはんねん、実は。そんな今度で、創価学会ネタを使って、
天皇制を廃止させようっていうプランもあるわけで、兄弟で仲違いもそういうあの天皇家のいざこざいさかいもそういうポーズではあるけどね。だけどまあ前は前の事件まではね、そのなる人のあやとのあやとに尻尾切りが原因で兄弟殺し合いして滅亡しよう、最後血なまがせて滅亡しようって。いやそれは何でか言ったらな、天皇は神主ですよ言ってたのに、なんで大王閣も欲しいんですかって、ほんなら大王閣らしく殺し合いして滅亡しなさいって言われたわけ。神主だったらそんな目に遭うんだ、神主だったら生贄になってまあ公衆刑で死ぬだけやったけど、なる人たちな、まあ、天皇とかね、神主の場合生贄要因か、あの家は神主って言うと大王家も兼ねてないと、その後血統による殺し合いを天皇の兄弟同士でなさいって、要するになる人大人でも秋人三木さんとこのように殺し合いして、で全員死になさいと。まあ不幸にして生き残った人は、生き残った天皇家を公衆刑で決まってた人、これはフリーメイソン決定です。